さんのことは今日限り忘れるの。終戦から始まる激動の時代を生き抜いた親子の物語。どんなに貧乏だったか、あの人はそんな中俺だけを守ってくれたんだ。この駅覚えてる？うん、覚えてるよ。親子で旅行って羨ましいですな。北の桜森。母さん、一体どこへ行くつもりなんだ？